ミラクルマホリン、クルミンパワー。おお、ふん、よし、これで大体元通りに回復しましたやろか。やん、マホさんやのうて、マホ姫って呼んでおくれやす。いけずやわ、ほんまに。それに、お礼なんてええんよ。怪我してる放置してる方が、気悪いわ。おー、すーって痛みが消えました。っていうか、服まで元通りに。ああ、新品同然になってますね。うち、生き物より、服の修繕の方が得意なんどす。ついでやさかい、ちゃっちゃと直したんよ。余計なお世話やったら、堪忍しとおくれやす。いえいえ、助かります。服がボロボロだと、お嬢様が心配すると思いますし、何から何までありがとうございます。いやー、お礼を言わはることはあらへんよ。どうも誠はんがご迷惑かけてしもたみたいやし、エロ怖かったんちゃう。かいそうにな。こんなんでお詫びになればええんやけど。かいそう、かいそう。あ、頭を撫でないでいただけると。どうも皆さん、カオンには悪気はなかったようですし、被害も最小限でした。あまり気に病まないでくださいまし。せやけど、お仕事の邪魔してもうたから、その辺も可能な限り埋め合わせさせておくれやす。今な、大急ぎで馬車の手配をしとるんどす。どうも馬車は爆発して吹っ飛んでしもたみたいなんよ。一応御車の人も無事やったようやけど、怪我してはったからちゃんとした治療所に運んどいたわ。そうですか。あれだけの乱戦で死人が出なかったのは不幸中の幸いでしたよね。あの、ムイミちゃんだかノエムちゃんだかって子は、結局ラビリンスって人たちに誘拐されてしまいましたけど。そっちももちろん追っ手を放っとるんよ。うちらカオンが血眼で追跡してるさかい。せやけど、どうもラビリンスとかいう連中、逃げ隠れすんのが上手みたいやわ。犬のビーストの嗅覚すらごまかして、まんまと逃げおおせとる。なんや、わけわからん感じやけども、うちらのせいで面倒なことに巻き込んでしもたんどす。できる限り力添えするわ。なんでも気軽に言うとおくれやす。お心遣い、痛み入ります。個人的にはスズメ様のお仕事を中断させてしまったのは心苦しいですけど、馬車の護衛も任務に含まれていたのに役目を果たせませんでしたね。不甲斐ないです。あ、大丈夫ですよ。あまりお気になさらず。不幸な事故って感じでしたし、誰のせいでもありませんよね。どうもカオンの方々が馬車も手配してくれるみたいですから、また気を取り直してお屋敷に向けて出発しましょう。言うてももう遅い時間やさかい、今から出発すると夜中に移動することになりますえ。日が沈んだら魔物も凶暴化してエロ危ないどすから、今晩はうちらのギルドハウスに泊まっておくれやす。もちろん宿泊費とかはいりまへん。むしろ
うちらは賠償金とか支払わんとあかん立場どっさけ。運ぼうとしてた荷物の代金だけでもカオンから支払わせておくれやす。いえいえ、荷物を詰めるための空き箱を運んでいただけですから、あまりお気になさらず。それよりも私たちが全然到着しないからお嬢様が心配してそうですね。連絡だけさせてもらえますか？通信魔法あんまり得意じゃないんですけど。座標計算とかエロー小難しいもんな。うちも魔法の使い方が大味やから苦手どす。うちらと同じカオンの霞藩ならそういう細かい魔法が得意なんやけど、今ちょいと出払ってますんよ。何やったかな、シャドウがどうとかいう事件の調査をしてるみたいどせ。誠藩も今回の騒動の主犯、奥藤藩って人を問い詰めたりして忙しそうやさかい、もろもろ済むまでうちが王子藩たちのお相手すんで。王子藩？その人、うちの王子藩どす？主様のことでしょうか。カオンのギルドマスター真帆様でしたか。あなたも主様とお知り合いなのでございますか。はいはい、その人は運命的に巡り合うたうちの王子はんどせ。ふむ、本当に短い間にやたらと女の子とお知り合いになられたのですね、主様は。はあ、さようでございますか。下心があって次から次へと女性に声をかけているわけではないのですね。それなら別に構いません。そもそも私に文句を言う筋合いはございませんし。はいたーい、ただいま。パトロールのついでに頼まれた馬車の手配とかをしてきたさ。ああ、カオリハン、おかえりやす。お疲れさんやね。座って休んでおくれやす。疲れてないから大丈夫さ。私は今日も元気いっぱいよ。おお、君がいる。こんなところで何してるわ。遊びに来たなら大歓迎よ。一緒に歌って踊るさ。元気だけが取り柄さ。君はいつもおとなしいけど、たまにはテンション上げてはしゃぐべきさ。おや、この香りという方も主様のお知り合いなのですね。偶然たまたまと片付けるには不自然な気もいたします。ふむ、アメス様の託宣の通り、どうやら主様は数奇な因果の中心にいらっしゃるようですね。ん？そっちの子なんだか難しい顔をしてるさ。笑顔の方が可愛いよ。笑う角には福来たる。もしかしてお腹空いてるの？私も誠の代わりにパトロールして町内をぐるっと一周してきたから、たっくさん走ったせいですごく腹ペコさ。あ、ギルドハウスの厨房を借りてお菓子でも作る？おいしいサーターアンダギーとか。サーター、なんでございましょう。私は小食な方なので大丈夫でございますけど、考えてみればお昼から何も食べておりませんね。
食事を振る舞っていただけるのでしたら大変助かります。あ、私よかったらお料理を手伝いますよ。ふーん、お客さんは休んでてほしいさ。待っててね、たらふくごちそうするさ。材料があればもっとちゃんとした料理も作れるけど。ああ、せやったら帰りがけに買うてきてくれるようにまことはんに頼んでみよか。まことはんなら慣れた相手やさかい通信魔法もすぐつながるんや。多分近い距離にいてるはずやしな。奥藤はんとはカンカンガクガクやりようとる最中やろし、時間があるときにメッセージを開封してもらうだけの簡易の通信魔法にしようか。ミラクルマホリンコロリンパー。ん？なんやろ、手応えがあらへん。魔法に失敗したんどす？どうも通信が妨害された感じやわ。魔法が魔法をしくじるのは珍しいさ。どうかしたんですか？いや、うちの気のせいやったらええんやけど。香織はん、帰ってくる途中になんや不審な点とかあらへんかった？不審な点？そういえばギルドハウスの周りがいつもより静かだったさ。ちょっと空気が重かったっていうか、カンは動物に好かれてるから、いつもなら鳩とか猫とかの鳴き声でうるさいぐらいなんだけど、今日はみんな息を殺してるみたいだったさ。それがどうかしたの？あれなら私もぺん外をちゃんと見回ってくる。ううん、その必要はあらへん。なんで早う気ぃつかんかったんやろ。あかんな、うちって抜けとるんやろか。おぞましい気配が近づいてきとるわ。香織はん、臨戦態勢になっといておくれやす。みんなはうちらの後ろに下がっててや。どうも招かれざる客がお越しのようやわ。どうしたんですか？みんな怖い顔をしちゃって。静かにしとおくれやす。どうも非常事態みたいどっせ。戦闘になるかもしれへんから、お客はんたちには避難してもろた方がええかも。あかん、索敵魔法をしてみたんやけど、どうもギルドハウス取り囲まれてるみたいどっせ。うかつに動くと多分狙い撃ちやわ。どういうことですか？まあ敵襲ってことどっせ。うちらカオンはのほほんと平和的な活動をしてんねやけど、一体どこの誰さんやろ。襲撃される覚えはあらへんけど。足音がするさ。堂々と真正面から来た。よし、私が迎撃するさ。ちょっと待て、私だ、攻撃すんなよ。おお、まこと紛らわしいさ。危うく私の空手の餌食さ。よかった、敵さんを迎え撃つ準備は万端ってところか。
いつもみたいにのんきにしてたら一網打尽にされちまうぜ。敵ってのはどこの誰さんどす？うちら状況がわからへんのやけど、1から10まで説明してる余裕はなさそうだけどな。とにかく今回の一件は全面的に私のせいだ。ごめんな。私が軽率に動いたせいだよ。申し開きをする余地もね。ようわからんけど謝らんといて。マコトハン、うちらガオンは一蓮托生、一人だけに責任をなすりつけたりせえへんよ。マコトハンの責任ならみんなの責任どす。せやからみんなで対処しまひょ。できる限りでええから事情を教えておくれやす。ああ、どうも奥藤先輩の様子がおかしいからよ。ぎったんぎったんにして問い詰めたんだよ。そしたら今回の一連の騒ぎの裏が見えてきた。どうも奥藤先輩は、もちろんあの無意味だかノエムだかっていう女の子の捕獲が目的だったんだけど、他にものっぴきならない事情を抱えてたみたいだな。女の子一人捕獲するにしちゃ大掛かりだと思ったんだよ。地雷の魔法陣とか仕掛けてさ、大人数で襲撃してさ、その時点で変だなって気づくべきだったんだけど、私みたいなこれまでほとんどつながりのなかった後輩に頼ってまで戦力を招集したのも全部誰かが裏から糸を引いてたせいみたいだ。奥藤先輩も体よく利用されたってことだな。どうもあのアホンダラ、その黒幕には頭が上がらねえみたいだ。何か弱みでも握られてんじゃねえのかな。あの馬車の襲撃はありえないぐらい軽率で無茶だったもんな。ともかく、ものすごくヤバい状況だ。あたしらはめられたんだよ。はめられたって誰にやの？その黒幕ユンは一体。ああ呼ばれて飛び出てグッドナイト。夜分遅くに失礼する。歓迎してくれ、お客様だよ。壁をぶち抜いて登場しやがった。無駄に派手だな。こいつは確かナイトメアの。ああ、礼儀として名乗っておこうか。騎士なんてのは肩書きだけで、別にお上品な作法なんか学んじゃいないんだけど、メイドの土産だ。私の名前を脳みそに刻んでおけ。我が名はクリスティーナ・モーガン、栄えあるナイトメアの強く美しい副団長様だよ。今宵は町をうろつく目障りな獣どもを駆逐するために参上してやったよ。さあ、誰からほふってほしい？死に方と死ぬ順番ぐらいは選ばせてやるよ。てめえ、何なんだヤブカラ棒に。私らのギルドハウスを襲撃するとはいい度胸じゃねえか。戦争するつもりか。喧嘩なら勝ってやんよ。かかってこいや。辛抱しておくれやす、マコトハン。戦ったらあかんえ。相手はんの思うツボどすえ。ほんまに戦争になってまうよ。止めんな姫さん。話し合いの余地なんかねえよ。あいつら揃いも揃って中武装じゃねえか。やる気満々ってことだ。やらなきゃやられんぞ。元気がいいな犬っころ。お前から死にたいのか。ああ、調子こいてんじゃねえぞこら。私を殺せるもんなら殺してみろよ。挑発に乗らんといておくれやす。まことはん、なんでそう血の気が多いの？クリスティーナはん、カオンのギルドマスターとしてご用件をお伺いします。一体どういう了見どす？
土足でよその家に上がり込んで、ちょっと礼儀知らずとちゃいますか。いくらナイトメアが王家直属のギルドやからって何でもかんでも許されると思ったら飽きまへんや。ああいい度胸。私に怯えず規制を吐いたことは賞賛に値するが、口の聞き方がなってないな。天に向かって唾を吐く両害者が。貴様も言った通り、我らには国王陛下の後ろ盾が、錦の御旗がある。正義は我らナイトメアにあるわけだ。無駄だ姫さん、もう交渉ができる段階じゃねえ。はめられたっつったろ。そこのメイドさん、そいつが私らの襲撃した馬車にいたのが問題だったんだ。私ですか？ごめんなさい、私のせいなんですか？いや、あんたのせいじゃねえよ。だがあんたの所属してるギルドがまずい。あんたはプリンセスナイトの参加ギルドに所属してるんだろ？はい、私の所属するサレンディア救護員はプリンセスナイトの参加ギルドです。あくまで書類上で実質的なつながりはほとんどないんですけど。実際のつながりがあるかどうかはさほど問題じゃねえんだよ。まずいのはあの馬車の襲撃が主にあたしらカオンの手で行われたってことだ。カオンはビーストたちの互助組織、動物園の参加ギルドだ。それはご存知だよな。そして動物園とプリンセスナイトは歴史的にも実際的にも死ぬほど仲が悪い。これまでもあちこちで何度も小競り合いがあったしな。ぶっちゃけ一触即発だった。今回の一件はそこにくすぶってた種火を爆発させる結果になっちまったんだよ。あの馬車の襲撃は客観的には動物園がプリンセスナイトの構成員を襲撃して殺そうとしたってことになる。要するにだ、先に戦争を吹っかけたのはあたしらの方ってことになっちまうんだよ。でも私が馬車に乗っていたのはたまたまで、皆さんも別に私を狙ったわけじゃないですよね。そうだけど、そういう図式を作られてるってことだよ。連中、戦争のきっかけをでっち上げたんだ。あの馬車の襲撃はそういう陰謀の一環だったんだよ。ナイトメアは身内が襲撃された報復っていう名目で私らのギルドハウスに攻めてきてるわけだ。実際世間的には正義はあっちにある。その通り、お利口さんだな。抱きしめていい子いい子してあげたいよ。まあ実際きっかけは何でもよかったんだがな、たまたま奥頭の坊やがいい立ち位置にいたので便利に利用させてもらった。私は単純に生ぬるい平和には飽き飽きしているんだ。戦争を追っ始めたかったから軽く仕組ませてもらったよ。こんなに簡単に思い通りになるなんて、いささか拍子抜けといったところだがな。きっとこの世界を管理する神様も退屈な日常なんかよりも血と臓物が見たいのさ。これはもう運命ってやつだ。諦めて状況を受け入れろ。共に楽しく死闘を繰り広げようじゃないか。別に嫌なら構わんぞ。一方的に虐殺するだけだ。相手が乗り気じゃなくてもダンスは踊れるからな。さあナイトメアの同胞たちよ、長き太平で海疲れた鬱憤を晴らそう。ビーストどもの血で並々と祝杯を満たそう。楽しい楽しい宴席の始まりだ。主様、こちらへ退避してください。戦闘が始まってしまった今、
私たちはあまり役に立てそうにありません。どうしてこんなことに。何を根拠に。主様は時々太平楽に構えすぎです。まあそういうところが頼もしくもあるのですが、正直なところ奪還していい状況には思えません。元気がなくなってきたな。疲れてしまったのか。もっと楽しませてくれ。生と死の狭間で切り結ぶ高揚感を、生きている実感を与えてくれ。あまり期待外れなようなら、せめて貴様らの血肉を浴びて渇きを満たすしかないぞ。さあ奥の手や必殺技があるなら早いうちに見せてくれ。調子に乗りやがってこんにゃろ。人の縄張りを面白半分に荒らし回りやがって。あんまりはしゃいでんじゃねえぞ。マコト、一人で突っ込んじゃダメさ。私が速度でかく乱するから、マコトは隙をついて本命の一撃を。おいおい、作戦をペラペラと口に出すのはあまり感心しないぞ。カオンは動物園の中では武闘派のギルドと聞いていたから期待していたのにな。ああがっかりだ。連携が取れていない、練度が低い、繊維が足りない。単なる町の喧嘩自慢というところか。それでは本物の騎士には軍人には勝てんぞ。私とマコトーの二人がかりなのにだいぶ劣勢さ。でも変な感じさ。この人どうも私の動きを目で追えてないっぽいのに、拳や蹴りがまるで当たらない。紙一重で避けられてるさ。向こうの攻撃も不自然さ。室内だとあんな体験は取り回しが不便なはずなのに、デタラメで大ぶりな一撃がなぜか的確に私や誠を捉える。こっちの攻撃は絶対に当たらないのに、向こうの攻撃は絶対に当たる。そういう風に物理法則で決められてるみたいさ。理屈に合わないさ。何かトリックがあるよ。とはいえ今それを確かめてる余裕はないさ。誠、こっちは奇襲されて体制が整ってない。一旦ギルドハウスを放棄して退避すべきさ。私たちで死ぬ気で真帆たちの退路を確保するさ。ああ尻尾を巻いて逃げろっていうのかよ。やりたい放題やられてさ、舐められたままじゃ我慢できねえ。せめて一発ぶん殴る。一対一の喧嘩ならそれでいいけど、ギルド同士の抗争では陰謀にはめられた時点でこっちの負けさ。あとは被害を最小限に抑えつつ撤退した方がいいさ。ほう、見た目の印象とは裏腹になかなか知恵が回るようだな貴様。だが残念、逃がさんぞ。待望のせっかく手に入れたおもちゃなのだからな。そしてこの距離と体勢から当てられるさ。やっぱり敵の攻撃は必ず当たるさ。不自然さ。私は身軽さを生かして普段は回避しながら敵を殴るって戦い方をするから、いちいち防御するのはちょっと不慣れさ。こっちは徒手空拳、
向こうは体験。どうにか打ち払ったり防いだりしてるけど、このままじゃ削り殺されちゃう。耐えるのにも限界がある。しのぎきれないさ。悔しい。おじいとおばあに伝授された空手は最強なのに。でも敵の奇妙な攻撃と防御のからくりを解き明かさんと散りひんさ。カオリ、どいてろ。いくらなんでもそいつも攻撃と防御を同時にはできねえだろ。こっちからガンガン攻めまくってそいつの攻め手を止める。おりゃ、姫さんは私と香織に強化と回復の魔法をかけてくれ。ついでに余裕があったらギルドハウスを囲んでる連中を吹っ飛ばして退路を確保しろ。あ、うん、了解だっせ。やっぱり荒事では誠藩が頼りになるわ。うちは明かしまへんな。どうも喧嘩になるとからっきしどすなんて泣き言は後にせんと。王子はんたち、うちの後ろに退避しておくれやす。部長に説明してる暇がおまへん。ええから、今はうちを信じて言う通りにしておくれやす。お願いやで王子はん。うちも自分の縄張りを荒らされるんを指をくわえて見てられへん。全力でせめて抗うわ。カオンのギルドマスターとして。どいつもこいつも何も考えていないように見えて、戦闘における嗅覚だけは一流だな。面白い。これがビーストか。獣の本能と強度、人間の知性と柔軟さを合わせ持っている。嬉しいな。いつだって未知なる強敵と戦うのは心躍る。ウキウキするよ。戦闘とはこうでなくてはな。楽しませてくれ。もっともっと。簡単に終わってはつまらんと思って優しく撫でてやっていたのだがな、どうやら遠慮は無用のようだ。こっちも少し気合を入れてやろう。人間の腕力じゃねえぞ。こいつの一撃を受け止めただけで軽く足が宙に浮いた。こっちも楽しくなってきちまったよ。カオリ、こいつの体験は私が防ぐ。お前は持ち味を生かして動き回りながら攻めまくれ。ガッテンさ、助け合いの精神ね。それがカオンさ。侵略行為は許さない。お尻ペンペンして追い払ってやるさ。おお、即座に対応してくるか。やっぱり面白いぞ貴様ら。その調子だ。頑張れ。期待しているぞ。隙あり今でございます。横やり失礼。姿勢が崩れた。今がチャンス。仕留めるぞ香織。はいはい、これで終わりさ。きっついのをお見舞いしてやるさ。ちゅ、なんだ。私の絶対攻撃絶対防御が乱れた。避けきれない。防ぐしかない。腹が立つな。この衣装はお気に入りなのに。なんだ、後方からあのチビスケが槍を投げつけてきたのか。普段ならばそんな不意打ちにも対応して避けられるはずだがな。楽しみすぎて勘が鈍ったか。それと貴様が何か特別なのか。
ですか、あの目は。様式のある人間とは思えません。これが人間さ、強欲でいつだって快楽の奴隷だ。しかし興味深いな。見たところ単なる小娘のようだが、私や陛下と同じように特別な存在なのか、いや単なる偶然か。先ほど不意打ちを食らったのも私が油断していただけかもな。まあいい、調べればわかる。貴様こっちに来い。このクリスティーナがそっくりと見分してやる。切り刻んで不分けして貴様のすべてを暴いてやろう。私を強化してくださるのですね、主様。おかげさまで助かりました。正直腰が抜けそうだったのですが、戦う気構えが取り戻せました。かかってきなさいゲロー。主様のご加護がある限り心は負けません。はは、ゲローと来たか。急に強気だな小娘。ずいぶんそこの少年と仲良しなようだが愛の力は偉大だな。愛は牙なきウサギを獅子に変える。あ、愛とかではございませんが、そう、これは私の主様に対する忠誠心の発露。照れるな照れるな、命短し恋せよ乙女。おいこら、どこを見てやがる。てめえの相手は私たちだ。ち、多勢に無勢か、いまいましい。このギルドハウスを取り囲んでいるナイトメアの部下どもを突入させるか。いいな、どうも外が騒がしい。あの声は。残念、時間切れのようだな。楽しい時間はあっという間だ。どいてどいて邪魔。あんまりエレガントじゃないけど腰通るわよ。そこまで。双方武器を収めなさい。はばかりながら仲裁する。今すぐ死闘をやめなさい。もう真夜中よ、ご近所迷惑でしょうが。無事？あんたがカオンに保護されてるって聞いたから慌てて屋敷から飛んできたわ。どういう状況よこれは。大丈夫？怪我してない？やっぱりお知り合いなのですね。もうだいぶ慣れてまいりました、主様。ハロー、サレンのお嬢ちゃん。いいや、元副団長と呼ぶべきか。クリスティーナ、今通りがけに他のナイトメアの団員たちから事情を聞いたわ。独断専行の大暴れに団長も痛くご立腹みたいよ。今日のところは私の顔を立てて撤退してくれない？構わないよ。正直まだまだ食い足りないのだけど、最低限の目的は果たした。ここで貴様も含めて全員もなぎ倒してしまうのも面白そうではあるがな。これでも結構ナイトメアは気に入っているんだ。今はこの立ち位置を保っておきたい。だが貴様に手を出すとナイトメアでは村八分にされてしまうからな。ずいぶん人気者だったものな、元副団長。未来の楽しみのために、今ぐっと我慢するのも人生を謳歌する秘訣ってものさ。いいだろう、今宵は引いてやる。ちょっと
調べておくべきこともできたしな。こら、ちっちゃい子を怯えさせるんじゃないわよ。このことは問題にするわ。プリンセスナイト上層部に報告する。いつまでも無法がまかり通るとは思わないことね。肝に銘じておくよ、お嬢ちゃん。ではな、失礼する。今日は久方ぶりに楽しかった。また遊ぼう、紳士淑女の諸君。それではアデュー。あ、待て、こんだけ大暴れしといてただで帰れると思ってんのか。まことはん、深追いせんといて。帰ってくれる言うんやから、それでええやん。それよりも怪我してるとこ見せとおくれやす。手当てしまひょ。香織はんもな。はいはーい。でもあんまり怪我はしてないさ。あの人どうも手心を加えてくれたみたい。あの人が本気だったら私も誠も今頃狙いかないよ。マジかよ、あれで手抜いてたってのか。ちっくしょう、バカにしやがって。妙に強かったなあの人。誠はんと香織はんを片手であしらってたん。不自然な気するけど。なんかご存知やろか。あんたどうもナイトメアとは因縁が終わりのようやけど。うん、ちゃんと説明するから安心して。でもその前に、無事でよかったわスズメ。この子はもうあんまり心配させないでよ。怖かったです。今日だけでありえないような修羅場を何度も味わっちゃいました。頭が変になりそうでしたよ。よしよし、かわいそうに。ごめんね、駆けつけるのが遅くなって。まったくもう何が何だかわかんないけど、どうも嫌な感じね。しばらく平和だったのに、あちこちきな臭いったらないわ。困ったものね、子供たちの未来を暗雲で閉ざしたくはないんだけど。クリスティーナ、ただいま帰参した。出迎えてくれ、盛大に。クリスティーナ、あなたという人は一体何を考えている。陰謀を巡らせカオンのギルドハウスを吸収するとは道理にもとる悪行だ。それが騎士のやることか。おや、いきなり喧嘩腰なのはいただけないな。お帰りなさいぐらい言ってくれ、友ちゃん。ふふん、それにこれが騎士のやることさ。世間知らずのお嬢ちゃん、騎士だなんだと格好をつけてみても所詮は血まみれのならず者に過ぎない。あなたがそんな風に堕落しているから、我らナイトメアの評判も地に落ちているんだ。あなたに誇りはないのか。そう興奮するな、鬱陶しい。いつもは軽口を叩いて余裕ぶっているだろう。そっちの方が愛らしいぞ。根は真面目なんだな。やけどしてしまいそうだよ。いいな、庶民の出である貴様はそういう風に誇り高く振る舞うことで、ごっこ遊びじみた騎士らしさを演じることで劣等感を克服しているのか。私を解釈するな、クリスティーナ。口の聞き方には気をつけろ、小娘。今日は楽しい経験ができたし、このままいい気分のまま寝てしまいたいんだ。
そこそこ疲れているしな。貴様とじゃれ合う元気がない。明日にでもまた相手をしてやるから。今日はお家に帰ってママの手料理でも食べて寝ろ。子供扱いするな。ジュンさんからも何か言ってやってください。団長、あんたも私を蛮行を繰り返す愚か者として糾弾するか。貴様の処遇は陛下が差配する軍法会議によって決められる。私には貴様を裁く権利はない。貴様は陛下の密命を帯びて行動しているらしいな。貴様もまた操り人形だ。それを自覚して納得しているならば私から言うことは何もない。だがその立場に貴様が苦しんでいるなら助けてやりたいとは思っている。お優しいことで、私は単に平和に飽き飽きしているだけさ。今回の件で火種は負けたし、とりあえずは満足だ。あとはどれだけ燃え広がるか。おっと、のんきにおしゃべりしている暇はなさそうだな。ご歓談中失礼いたします。陛下がお呼びです。クリスティーナ副団長、至急謁見の間にお越しください。了解。陛下に呼び出されては無視もできん。一体何の用だろうな。ご褒美でもくれるのかな。存じ上げません。用向きについては陛下に直接お尋ねください。ふっふん、貴様キャルとか言ったか。貴様もビーストだろう。その耳に尻尾。今回の一件について貴様も何か思うところがあるのではないかな。いいぞ、思いっきりメンバしてくれても。同胞たるビーストたちを襲った両害者としてな。貴様と遊ぶのもなかなか楽しそうだ。私は単なる伝令役です。絡まないでいただけると幸いです。それに私も陛下もこの国のビーストたちとは関わりがありませんから。じゃあ貴様らは一体何なのだろうな。おい団長、それに友のお嬢ちゃん、貴様らは不自然だとは思わないのか。ランドソルの王族は歴史的にビーストたちとは犬猿の仲だ。血生臭い対立と闘争を繰り広げてきた。最近は休戦状態ではあったがな。だがそんな我らの親玉たる陛下もその腹心たるキャルもビーストだ。これは変ではないか。私はね、どうも釈然としないんだよ。もしかしたら私たちは全員あの陛下に一杯食わされているのかもしれないぞ。口が過ぎます、クリスティーナ副団長。不敬罪に問われますよ。それよりもお急ぎください。陛下を待たせてはなりません。ああいいとも。手を引いてエスコートしておくれ、愛らしいお嬢ちゃん。ジュンさん、どう思います？とりあえずあんまりギスギスしないでほしいなと思った。クリスちゃん、クリスティーナ副団長とお前の馬が合わないのもわかる。仲良くしろと無理強いはしないが、一応仲間なのだからもう少し理解する努力もしてあげてほしい。あいつもあれでなかなか難しい立場なんだ。まあ努力はしますけど、それよりも気になることがあって。あの伝令役キャルとか言いましたか。一体何者なんですかね。いつの間にか陛下の駒使いとして働いていたようですけど。どうにも不可解だな。私も先ほど副団長が言及するまで
何も変だとは思わなかった。すんなり受け入れていた。かなり不自然な存在だというのに、そもそも確かに妙だ。どうして歴史的に対立しているはずのビーストが我らの王者として君臨している。矛盾している気がする。論理の整合性が取れていない。喋るのが苦手だ。うまく説明できないが、どうも心というか認識が書き換えられているような、得体の知れない違和感がある。ともちゃん、私には王宮の守りの要としてここに鎮座している義務がある。自由には動けん。だから私の代わりにお前にはいろいろと調査などをしてほしい。この違和感、そして今回の騒動、全てが巨大な陰謀の一環かもしれないぞ。どうも思った以上に根が深そうだ。慎重に丁寧に解きほぐして真相をつまびらかにする必要がある。私が動ければいいのだが、肩書きが足かせになっている。だからお前に頼む。危険かもしれないが他に方策がない。構いませんよ。信頼されているようで光栄でもあります。ちょっと心当たりもありますし、あちこち探ってみます。危険はもともと承知の上ですしね。命を捨ててでも国難を廃し、王家の敵を成敗する。それが我らナイトメアの使命でしょ。うむ、すべては我らの信じる正義のために。私のギルドサレンディア救護院に滞在することにした一同。その夜、人の姿をした正体不明の魔物が現れる。次回プリンセスコネクトリダイブ第3章、襲来するシャドウ。もう一度君とつながる物語。子供たちの未来は血で怪我させないんだから。また会ったわね。ようこそ幕愛の物語へ。あんたと私のつかの間の逢瀬を楽しみましょう。しかしまあ、今回も見事な巻き込まれっぷりだったわね。あんたのいるところに騒動あり。ほんと主人公って大変ね。今回はクリスティーナちゃん大暴れって感じだったけど、まあ彼女が悪目立ちするのも仕方ないのよ。あれもこの世界におけるかなりの重要人物だから。あんたと同じようにね。そういう重要人物がいるところでは物語は激しく揺れ動く。あんたは今回その大きな文脈に、運命の流れに巻き込まれちゃったわけね。何にせよ
今回あんたが体験した出来事はギルドという概念を理解してないと分かりづらかったと思うわ。他の誰かがもう説明してると思うから、詳しく知りたい場合はいろんな思い出を反芻してみて。まあ今回も私が簡単に概要だけ教えとくけど、あんたたちが暮らしてるランドソルという町では、全ての住民がギルドと呼ばれる集団に所属することを義務付けられてる。これは戸籍みたいなのも兼ねてて、ギルドに所属してないと住民として認められない。様々な福利厚生などの公共のサービスを受けられなくなるわ。就職なんかにも不利ね。まああくまでランドソルの中でのみ流通してる概念だから、よそから来た旅人なんかは特例で免除されることもあるけど、あくまでも今のあんたの物語はランドソルを中心にして展開してるから、ギルドというものは決して無視できないはずよ。そしてこの国は代々王族が統治する中央集権型の政治が行われてるわ。そんな支配者たる王族が居住してるのが王宮って呼ばれる建物ね。そのために王族、この国を支配する者たちを指して王宮って呼称することも多いわ。そんな王宮直轄のギルドをプリンセスナイトって呼ぶのよ。各種の省庁、警察や消防、裁判所、その他もろもろ公的な役割を果たしている機関は全てプリンセスナイトね。まあ本当にお役所ぐらいの意味よ。あんたたちを襲撃してきたクリスティーナちゃんが所属しているのもプリンセスナイト傘下のギルド、ナイトメアよ。王宮直属の軍事力そのもの、警察や軍隊の役目を担ってるギルドね。この世界では長く平和な時代が続いてるから、予算が削減されて弱体化してるみたいだけど、それでもナイトメアは公的なお役所で、この国の正義そのものよ。あんたたちはなぜかそんな連中に目をつけられちゃったわけ。まあ今回はクリスティーナちゃんの独断っぽかったけど、警察に睨まれて犯罪者扱いされたようなものよ。当面の危険は去ったけど、結構やばい状況かもしれないわ。事後処理の仕方を間違えると詰むわよ。相手は腐ってもこの国の警察、公的機関であるプリンセスナイトなんだからね。プリンセスナイトっていう言葉そのものもよく覚えていてね。ほら、世界の謎の鍵を握ってるムイミちゃんがその言葉に強く反応してたでしょ。あんたは忘れちゃってるだろうけど、それはとても重要な名前なの。ともあれ、長い一日がようやく終わって、これからあんたは安全な場所で身を休めることができるわ。サレンディア救護院っていう、これからあんたが生活の場にすることになる場所でね。あんたが今日ずっと一緒にいたスズメちゃんの所属してるギルドの拠点よ。スズメちゃんのご主人様サレンちゃんがあんたたちのことも保護してくれるわけ。今日はそのまま彼女のもとに身を寄せて夜を明かすことになる。ひとまず安心してあったかいベッドでゆっくり眠りなさいって言ってあげたいけど、あっちゃん、どうもまだ長い一日は終わりそうにないみたい。あんたのもとに邪悪な影が忍び寄ってる。まだ油断せずに身構えておきなさい。残念ながらヒーローに休息はないみたいだからね。